試合は55キロ契約3分3ラウンド延長1ラウンドで行われます。さて55キログラム契約で行われます。マンドコロジンの登場です。さあ原口さん、マンドコロの試合楽しみですね、はい、いやこれは裏メインと言ってもいいと思いますね。まあ、現在チャンピオンに最も近いと言われるランキング1位マンドコロ、そしてスーパーフライ級3位に上げてきました大崎です。大崎も今年の2月にはいい試合をしました。なんといってもあの風根からね、勝ちを収めたというのが大きいでしょう、はい、さあこの階級のトップランカー同士の対戦を迎えました。まあマンドコロはもちろんチャンピオンタマルを見てるでしょうし、大崎がこれ勝てばひっくり返すことになるわけですからね。そうですね、いやこれはほんまにわからないですね。お互いパワーもスピードもあるんで、はい、そうですね、はい、さあ第1ラウンドの始まりです。55キログラムの契約です。まあ、福井さん、このスーパーフライ級という階級はとにかくのスピードが速いですからね、はい、そのスピードをどうぞご堪能いただきたいと思います。はい、しっかり見ていきたいと思います。まずはミドルを出します。マンドコロ白いトランクスです。踏み込んできました大崎、すごい怖い、はい、あのオボディストレートを打ちました。まあどうでしょうね原口さん、はい、この2人の持ち味の違いというのはどういうふうに見ていますか。いや大崎選手はもうじわじわ詰めていく感じですね、うん、マンドコロ選手は、まあ、スピードでいなしいなして空いてるところに打つっていう感じなんで、はい、まあ、お互い倒せるパワーもあるんで、うん、分かんないですね、はい。まあ、そのマンドコロのスピードというのはね、去年のタイトルマッチでも証明されました。あのタマルとの試合というのはすごかったですよね。いや、やばかったですね、燃えましたねあれは。はい、まあ、とにかく2人ともあの運動量が落ちないというね。そうですね、いいスピードでした。やっぱりあのスピードの速い選手っていうのは原口さん、目もいいんですかね。どうなんですかね、そういうことでもないと思うんですけど、まあ、やっぱりトップレベルの選手はみんなスピードが速くなくても目はいいかなと思いますね。そうですか、ハイキックガードしてます。さあ大関がプレッシャーかけます。ボディです。音が違いますね、はい、大崎が重たい落としますね。おっと倒してしまいました。結構あの原口さんボディ狙ってますか大崎は。そうですね、ボディから上つなげるのがうまいんで、はい、ボディ左フックとかも気をつけた方がいいですね。うん、右返しました。1割狙ってますね。右返しました。残りが1分切ります。膝出てきます。またボディ、うん、ですね、アッパーですね、多分アッパー入ります。左のアッパー真ん所、互いにローキック、うん、非常に緊張感があります。ボディ真ん所ボディです。そして今度は顔面と打ち分けてきます。残りが30秒。いや、福井さん、あの音の迫力がなんか違いますよね。すごいですね、マンドコロ選手の速さもそうですし、大崎選手のパンチすごい重いような感じがするんですけど、重みが伝わります、はい、残り時間が少なくなってきました。第1ラウンド、あと10秒、さあ10秒を切ります。大崎プレッシャーをかける、ロープが詰めました。ストレートが伸びてきます。ここでゴング、第1ラウンドが終了。どっちなんだろう、いやー福井さん、非常にこう緊張感が、ね、ありますよね、リング上ね。この試合すごいですね、なんというか、はい、張り詰めている感じがします。ありますね、このあたりがやはり原口さん、はい、2人のこう実力が競ってる証拠ですよね。そうですね、まあ、パンチ力ライト級くらいあるですね。もう原口さんと同じくらいの階級、めっちゃ痛そうですね、まあ、それだけやっぱりね音が違うという印象です。そうですね、大崎選手知らぬ間にお腹が赤くなってますね。あ、そうですね、大崎のボディ赤くなってます。さあそれでは第1ラウンド振り返っての印象を原口さんに伺いましょう、はい、どうですかこの2人の戦い、どう見えました。そうですね、手数はマンドコロ選手は多かったと思うんですけど、まあ、お互いでも当て切れてなかったんで、
まあまあドローかなという感じはありますね。大きな差がありませんか。そうですね。ただまあ圧力がすごいんで大阪選手の、多分しんどくなってくるかなと思いますね。さあ第2ラウンドの始まりです。ノックアウトのフライ級トーナメントでは活躍をしました大崎です。その選手がライズに参戦、このスーパーフライ級をかき回してくれるかどうか、黒いトランクスです。そしてタイトルマッチも経験しているマンドクロジンは白いトランクス。そして左フックは空振りです。ボディーマンドクロジン出入りがいいですね。あ、来たここに来て原口さん、スピードでやっぱり仕掛けてきますか。そうですね、いろんなことできるんで、ボカード下げてパンチ当てます。マンドクロです。右ストレート、頭を下げました。うわ右、おお行ってきま す, す大崎も振ってくる。当たれば倒れそうですよね。よう見えてます。目をかわせるんですね。そうですよね、見てるわけです。アッパー、これも読んでる。膝、あー惜しい、今のうまいですね。ハルさん時々膝使いますよね、マンドクロ。そうですね、この膝どうでしょうか。いや、いいと思います。バックスピン、なかなか入りづらいと思うんで、今みたいなバックスピン入れたり、いろいろ攻撃の目先を変えてきます。そうですね、はい、右フック当ててきます。大崎、大崎若干焦ってます。はい、バックロー。かなり福井さん、いろんな攻撃仕掛けてますよね、マンドクロがね。すごいですね、マンドクロ選手パンチしたと思ったら引くのも早くって、大崎選手のパンチが当たらないっていう場面が、いわゆる出入りが早いというね、ボディーブローです。そして膝、攻撃のバリエーションが増えてきました、マンドクロ。ちょっと大崎が翻弄されてるか。まあでも大崎はこれどんどん出てくるしかないですかね。そうですね。お、ワンツー当てた。出れば出るほど、ね、マンドクロ選手避けてるんで、はい、それを狙ってる感じはあります。なるほど、右ストレート、焦らして打つっていう感じですね。これ術中にはまってる可能性もありますかね。切ってる感じはあります。大崎、さあ残りが1分切って出てきます。右膝を合わせてきます。いいですね、見てますマンドクロ、見てますね。いやちょっとこれ反対に大崎としては、ね、思うような攻撃ができないとだんだん焦ってくるでしょうか。出てきます大崎、だから右ストレート、膝の内側だけ気をつけた。アントニー、このレバーどうですか。うわ右、大崎のパンチ当たった。ちょっとボディ効いた、左レバーの当たり、また左フック、顔面にパンチが当たるようになってきました。バックロー空振り、今のレバー効いたか。さあ詰めます、コーナーに詰めてくる大崎。あ右、大崎のパンチ、残りが10秒切っている第2ラウンド。さあ出てきます大崎が、出てくるロープ際詰めてきました。さあどうだ、ここで5分で第2ラウンド終了。いやー第2ラウンド動きがありました。そうですね、原口さん、はい、ちょっと前半と後半で随分違いましたね。いやもうそうですね、急に来ましたね、はい、ちょっとあれですね、スタイル変えましたね。ボディを多用してきてるんで、大崎選手もさすがやっぱ見切られてるの分かってるんで、攻撃方法変えてきましたね。マンドクロがうまく攻撃当てて術中にはまってきたかという話をしてたんですけども、そうですね、その瞬間にちょうど作戦変更したのか分からないですけど、はい、急にボディから入るようになったんで、それにマンドクロ選手もちょっと翻弄されたかなっていう感じはありますね。あのボディーブローをきっかけに顔面にパンチが当たるようになってきました。そうですね、ちょっと効いた感じはありましたね、はい、いや福井さん、これがやっぱり面白さ、3分間の中でもいろいろ起伏がありますよね。本当に数秒のうちにどんどん展開が変わっていくので、もう心落ち着けられないです。攻守が逆転いたします。さあそして迎えるファイナルラウンドです。最後のラウンドが始まりました。白いトランクスがマンドクロ、そして黒いトランクスが大崎。ランキング1位と3位の対戦、トップランカー同士の対戦です。ハイレベルなこの戦い、非常に緊張感があります。さあ大崎が出てきます。またプレッシャーをかけてくる。その大崎の動きをよく見ているマンドクロ、お互い前手を触って距離を測ります。原口さん、また出てきますね大崎がね。そうですね、ボディ、そして顔面です。原口さん、やっぱりボディから仕掛けてきますか。そうですね、先入ったんで多分また仕掛けてきてる感じはあるんで、前蹴り、
足も使って反対に右ボディです。マンドコロボディからこれは顔面、はい、相手を押してからそしてパンチとつないでいきます。ハイキック出てくる大崎、大崎の圧力、うん、右当てた、出てきます、うん、回転する。これは原口さん、2ラウンドの前半のような動きを狙っているわけですかね、マンドコロは。そうですね、マンドコロ選手も避けたらすぐ返した方がいいですね、うん、右ジャブついてくる、はい、そうですね、右当てます、ハイキック、マンドコロのボディバックスピンが生まれてます。いや、ボディもらっても大崎下がりませんね。そして左です、アッパージャブをつく大崎、そしてロープギア詰めます。原口さん、はい、この大崎の攻撃どうですか。そうですね、若干も攻撃パターンが一緒になってきてるんで、またマンドコロ選手が若干見切ってきてるかなって感じがします。さあ、残りが1分切ります。ローキックも出します、顔面にパンチ、マンドコロ、マンドコロはこの大崎の動きをよく見ています。ボディ右ストレート、最終ラウンドです。また右ボディです。かなり早さん、この右ボディが出てますよね、マンドコロは。そうですね、嫌ですね、あれは。そして残りが30秒切ってる、追いかけます、いいですね、あパンチを当てて、当てて離れたいところですかね、いいですね、打ち手サイド回ってるんで、はい、当てにくいですね、これは。当てて足を使います、そうなんところ、追いかける大崎ですが、もう時間がありません。バックスピン、当てて離れたい、当てて離れる、マンドコロ、あーボディーボディーストレートを打ったところで試合終了。うまいですね、これは。勝負は判定決着、うまい、いやーハイレベルな戦いでした。何か福井さん、2人のこう技術の高さっていうのはこう初めて見た人にも伝わるんじゃないですかね。いや正直初心者でもこれは伝わってきますね。マンドコロ選手も目離さないですし、はい、どんどんパンチ当てていきますね、これでもかっていうぐらい。あと2人とも体力すごくないですか。全然疲れないですね。そうなんですよね、3ラウンド動き続けました。終盤は出て距離を取るという動きがありました、マンドコロ陣。さあ勝負は判定決着となりました。それでは集計結果をお知らせいたします。ジャッジ大沢29対28、青大崎。まずは大崎です。ジャッジ永瀬29対29、ドロー。ジャッジ明29対29、差がつきません。延長です、延長突入です。いやーこれは原口さん、はい、差がつかないという判断ですね。そうですね、難しいですね、うん、決定打がめっちゃあったわけでもないんで、うん、なかなか難しいですね。いや延長突入です、福井さん、はい、ここからまたもう一ラウンドやるわけですからね。そうですね、選手にとって延長試合になった時ってどんな気持ちなんですか。いや、もう延長ならへんように戦います。あ、そうなんですね、やっぱり延長嫌ですね。もういいです。セコダーセコダー、エクストラ。それでは延長ラウンドです。ここからポイントは新たに、計算されます。ちょうど見れちゃう試合なんですよね、これも面白いんで。さあお互いにもうこの3分しかありません。出てきます、大崎出てきます。ローキック、ちょっと効いてますね。いや面白いですね、またね、ローキックがローを狙ってきます。大崎ちょっと効いてるかな。あっと足から崩れました。これローのダメージもありますか、どうですか。そうですね、ちょっと嫌がってる感じがしますね、はい、左当てました、マンドコロ、パンチからキック、コンビネーションです。攻め取りです、大崎ロー、右フック、はい、あーそしてロー、原
井さん、かなり大崎がローキック軸にしてますよね。そうですね、今大崎選手キャッチされてジャンプしました、ね、このローです。反対にマンドクロを右狙ってますか、どうですか。そうですね、はい、パンチで行こうとしますね、右のボディです。マンドクロ、さあタマルとの再戦のためにはここで止まるわけにはいきません。いいですね、行った方がいいですね。ローの距離になるともう多分引いてくるんで、はい、またボディだ、大崎のボディ、お互いに行きたいところだ。ナイスストレート、右ストレート当てました、マンドクロ、しっかり引く、ショート、そして右で返す、もらったらすぐに返す、そして膝、この膝という武器があります、マンドクロ。さあ1分半が経過、半分経過です。さあ両陣営からは行けという声が飛んでます。アッパー空振り、左当てだ、大崎ロー、右これはガードしたか、かなりこれはもう前足のダメージがあるはずです。そうですね、痛いですね、マンドクロの前足のダメージが心配です。足のダメージがありますが手を出します。さあ、ここに連打が出ました、マンドクロ、マンドクロ連打、左やはり右と当てました、大崎出てくる、いいですね、ショートの打ち終わりの左フックを、ちっちゃく打った方がいいですね、ちっちゃく左フックを当てました、マンドクロ、そしてボディだ、ちょっと手数が増えてきましたかね、マンドクロ、左ショート当てました、今度は大崎、いいですね、行った方がいいですね、手数が増えてきたか、マンドクロ、そして右当てました大崎、お互い勝負があります。膝残りが30秒、あと30秒です。右は空振り、あーっと組の展開、ちょっと2人とも消耗してきましたか、これはしんどいですね、はい、ボディ、おい、出てくるマンドクロ、また膝狙います、さすがにしんどそうですね、右当てだ大崎、左ショート、お互いにパンチを当てます、あと10秒だ、あと10秒だ、大崎パンチを当てない、近い距離、ローキック、ここでロング試合終了、わからん、それはわからない、判定決着、わからん、いやー福井さん、また力の入る接戦でしたね、これやばいですね、全然どっちが勝ったかわかんないですし、さすがに2人もフラフラでしたね、そうですね、もう出し切ったという感じでしょうか、うん、原口さん、お互いいいところありましたよね、いやほんまにそうですね、いや分からんすわ、これは裏メインでしたね、うん、さあ、たまる時を追いかけるのは果たしてどっちでしょうか、ジャッジ大沢10対9、青大崎、大崎です、まずは大崎、ジャッジ長崎10対10、ドロー、ジャッジアキラ10対9、青大崎、大崎が勝ちました、ひっくり返しました、ランキング3位の大崎がランキング1位のマンドクロを破りました、いやーこれは驚きだ、驚きですね、アップセットです、いや原口さん、はい、アップセットですよ、そうですね、いや強い、いや二人とも強い、ほぼ互角なんで、いやでもそんな中でランキング3位の大崎が1位のマンドクロを下しました、いやこれはすごいですね、楽しみですね、うーん、いや福井さん、はい、まさかのアップセットがありました、すごかったですね、正直序盤はマンドクロさんの方が押してるように見えましたけど、はい、怒涛の追い上げでしたね、いやしかしこれで序列が変わるということになりそうです、チャンピオン、まあ、彼らの上にはたまる時がいるわけなんですけども、これはチャンピオンとの戦いというのが大崎視野に入ってきたでしょうか、ちょっと原口さん、はい、チャンピオンの背中見えてきましたかね、そうですね、まあでもチャンピオンは強いんで、そう簡単には多分してくれないと思いますね、はい、ただ対戦がいよいよこれは見えてきたと言ってもいいでしょう、こんばんは、おいしいジムの大崎和樹です、今日はすごい、コロナで、久しぶりの試合だったんですけど、あんまりあんまりっていうか全然動き良くなくて、なんとか
勝てたっていう試合でした。マンドコロ選手、まあ、強いのはもちろんしてて、弟の浩輝も負けてるんで勝たないといけないと思ってたんですけど、延長まで行ってしまってギリギリで勝つことができました。まあ、ちょっとギリギリだったんですけど、一応ライズスーパーフライ級の1位のマンドコロ選手に勝てたんで、チャンピオンの田丸選手と王座チャンピオンベルトかけて試合がしたいです。なので皆さんよろしくお願いします。今日みたいな試合だと正直全然田丸選手には勝てないんで、もっともっとしっかり練習してタイトルマッチの時にはしっかり自信持って勝てるっていう実力をしっかりつけて戻ってくるので、皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。やはりチャンピオンの名前を口にしました大崎和樹。いやー、また強い選手がこのスーパーフライ級面白くしてくれそうです。